ヨハネス・コムネノス・ドゥーカスは、エピロス・テッサロニキ先生公。中世ギリシア語読みでは、ヨアニス・コムニノス・ドゥカス。エピロス・テッサロニキを支配し皇帝を称した、テオドロス一世、コムネノス・ドゥーカスの長子。父警ではアンゲロスであるが、実際にはその名前を使用していない。父テオドロスは、クロコトニツァの戦いで、ブルガリア皇帝、イヴァンアセン二世の捕虜となっていたが、 1237年に釈放されて帰国し、統治職を代行していたおじ、マヌエルを追放し、長子であったヨハネスにテッサロニキの支配権を与えた。しかし、このことは帰って一族の結束を弱め、追放されたマヌエルは、テッサリアに、また父のいとこにあたるミカエル二世アンゲロスコムネノスは、エピロスにそれぞれ独立勢力を築き、かつての、 帝国は三分割されてしまった。またテオドロス・ヨハネス親子の支配権は、ブルガリア帝国の影響下に置かれ、その政治力は著しく弱められた。こうした状況は、コンスタンティノーポリス奪回を目指すニカヤ帝国に有利に働き、皇帝ヨハネス三世イ、ドゥーカス・バタツェスは、イヴァンアセン二世イ死後の混乱に乗じて、バルカン半島への進出を果たした。 ヨハネスはこれに抵抗するが、最終的には、屈服を余儀なくされる。1242年、彼は、ヨハネス三世から送られた、先制校称号と衣装、靴、気象を受け取り、皇帝に属する衣装、靴、気象の着用と、赤インクでの署名の権利を放棄した。以後ヨハネスは、テッサロニキ先制校として、ニカイア帝国の名目的な総主権下に甘んじたが、 実質的な独立は過労じて維持した。ヨハネスは1244年に死去し、弟、デメトリオスが後を継いだ。ありがとうございます。